いいかな。構わないわ。センダングサを取って。そこの赤い、あら、薬草に詳しいのね。それほどでもないが、少しは知識がある。センダングサには毒があるとかな。大量ならね。少しなら痛みを取っていい夢を見せてくれる。今の彼女には一番よ。グリフィンにやられたのか。レナのこと。夜に襲われたの。森を歩いてて。夜に森の中だと。戦争中だぞ。男と会ってたのよ。恋する若者はそういうものでしょ。傷は塞がってきたけど、頭に血が溜まってて助からないわ。私じゃ治せない。俺の持っている霊薬を試してみるか。春ツバメで治せるはずだが。何？人間用の霊薬ではない。死にかけてるのよ。そうだな。君の調合した薬なら安らかに死ねる。俺が春ツバメを与えて、もし失敗したら村中に響く叫び声を上げることになる。分かった。やってみて。黒梅もどきを探してる。この辺りに生えてないか。川底に生えてるわ。川幅が一番広いところ。ただし水から出すと。一週間放置された死体よりひどい匂いがするだろ。グリフィンを始末する。黒梅もどきは餌に使う。そういえば昔、橋の下にドラウナーが出て大変だった。村中でお金を出し合ってウィッチャーを雇ったの。グリフィンの賞金は誰が出したの？基地の隊長のピーター・ザール・なんとかだ。私たちを気にかけてくださるとはね。皇帝は違うだろうが、あの隊長は民の生活を気にかけてる。思慮深い男のようだ。軍隊に思慮深い人はいないわ。命令に従うだけよ。この土地のものではないな。敵意を感じる。こんな荒れ地の小屋で育ったにしては強すぎるほどのな。そうよ。急いでるんでしょ。そうじゃないなら、ただ次の襲撃を待てばいいだけだもの。面白い話が聞けそうだと思ったんだが。また今度ね。はい。霊薬がある。春ツバメだ。春を告げる鳥、再生の象徴。名前だけなら聞きそうね。試そう。だが逆効果になる可能性もある。俺ならすぐに聞くが、それは普通より代謝が早いからだ。彼女の場合、効果が出るまで数日かかるだろう。どうして薬をくれるの？何もしないよりいいと思ったのさ。気に入ったわ、ウィッチャーさん。さあ、これをあげる。親切へのお礼。はい。君について話してくれないか。悲しい話よ。エランダーにあるメリテレの神殿をご存知？知ってるも何も、ネネッケ教母に何度傷を縫ってもらったかわからないほどだ。すれ違いね。ネネッケ教母の下で癒し手の勉強をしたの。入れてもらった時はまだ18歳だったの。勉強より恋愛に興味がある年頃よ。ゴスラフっていう少年がいたの。仕事でいつも胸をはだけさせてた。若い子の注目の的だったわ。私は神殿を出て彼と素敵な夏を過ごしたけど、どこかへ行ってしまった。ネネッケは私を神殿に戻してくれなかった。両親は無言で私に最低限の身支度をさせた。それから私は自分が必要な存在だと思える場所を必死に探して、ようやくここにたどり着いたの。話はそれだけ。なあ、クレアという女を知らないか。この辺りに住んでたはずだ。あの子を知ってるところの騒ぎじゃないわ。クレアはホワイトウチャードで唯一の友達だった。でも彼女のご主人フォルカーが領主と揉めたの。
その後彼の家族は森に引っ越して新たな集落を築かなければならなかった。領主は彼らに戻るよう説得した。今後は文明的になり、強制もせず流血も起こさないと。でも見たでしょ、クレアが領主の息子のフロリアン卿について何か言ったらしい。領主を激怒させることを。真相は誰にもわからないけど。こんな小さな村には多すぎる不幸だ。小さかろうが大きかろうが、どの村でも同じよ。聞けばわかるわ。でも締めっぽく終わるのはよしましょう。どうぞ、多少の慰めよ。太陽の恵みとともに。誰かいないか。狩りに出かけてるのか。足跡は新しい。家を出たばかりだな。ミスラフか。聞こえたか。狼か。いや、野犬だな。その通り、狼より危険な奴らさ。犬が狼より危険？そうは思えんが。本当だ。なぜかわかるか。いや、なぜそう思うんだ。狼は空腹を満たすために獲物を襲うが、野犬は狩りを楽しむ。人間みたいだな。人間は犬に多くのことを教え込んだ。残酷さも例外じゃない。グリフィンに殺されたニルフガード兵だが、死体はどこで見つけた。なるほど、ウィッチャーか。村人たちが話してたモンスタースレイヤーだな。まあな。もちろん案内するのはいいが、あの犬どもが誰かを襲う前に始末しなきゃな。手伝うか。その銀の剣で奴らを切ってもいいならの話だが。いいとも。グリフィンが逃げることはない。犬はすぐに逃げるぞ。足音に気をつけろ。行くぞ。野犬はいつから問題になってるんだ。戦争が始まる頃からだ。行軍する兵士たちは女を見つければ乱暴して締め殺す。その夫は面白半分に殺して牛も殺す。でも犬はせいぜい蹴っていくだけだ。だからあの群れからはぐれた野犬どもは死ぬほど。また誰か。リーダー、知り合いか。
一緒に領主の荘園で働いてた。今は黒の軍団の陣地だがな。こいつは馬番で、俺は領主の狩人だった。だがそれもあの時まで、昔の話だ。あの時までとは？村から追放されたんだ。何をやったんだ？俺は普通じゃないんだ。悪いが、そのことは話したくない。俺も普通の人間じゃない。いや、そういうことじゃない。狼付きなら助けてやれ。なんだって？狼付き、人狼といえばわかるか。何度か直したことがある。大抵は単純な呪いで。両親にはフロリアンという息子がいて、彼と愛し合った。二人で馬小屋にいたところをディーターに見つかって追放された。フロリアンは首を吊った。漁師は酒に溺れるようになり、領地は荒れ果て。簡単に言えばそんな話だ。すまんな。まあ、遠い昔の話さ。ニルフガード兵を見つけた場所だったな。ついてこい。グリフィンについて何か知ってるか？いや、あまり知らないな。俺の獲物じゃない。お前は奴の獲物だがな。生き延びたければ少しでも知ろうと思うだろう。森の中では音を立てずに歩く。グリフィンに聞かれたり見つかることはない。ここだ。一人はそこの切り株の横だ。首がなかった。もう一人は枝にぶら下がって、内臓が全部出て下まで。あんたも気をつけるんだな。大丈夫だ。俺はグリフィンを狩るのは初めてじゃない。もちろん最後にする気もない。威勢がいいや。幸運を祈るよ。ニルフガード兵が宴会をしていて、そこを襲われたのか。地面が暗い。大量の血の跡が。こっちの足跡は古い。そして深いぞ。重装備だ。ニルフガード兵か。死体は何週間か前のものだ。ここまで連れてこられてなお息があったか。さぞ苦しんだだろう。メスだな。傷口に湧いた虫の卵がかえってる。死後1週間くらいか。残ったグリフィンがオスだろうな。全身に深い傷を負っている。くちばしや爪には全く血がついていない。反撃した形跡はない。眠っているところを襲ったのか。くちばしのすり減り具合、全身に灰色の羽毛。10歳から12歳だな。グリフィンは若いうちにつがいとなる。オスも同じような年だろう。羽の軸が太く厚い羽毛。ロイヤルグリフィンか。あのオスがあれほど攻撃的だったわけが分かった。まず森にいたニルフガード兵を仕留めてから周辺をうろつき始めたんだな。やることはやった。ベセムルと話そう。
のばあちゃん。なんだ、狼よ。いい知らせと悪い知らせがある。いい知らせはニルフガード駐屯軍隊長がイェネファーの行方を知ってること。悪い知らせはグリフィンを倒せと言われたことか。我々への交換条件などそれしかあるまい。話してくれ。グリフィンは巣を捨てた。おびき出して罠にかける。どんな調子だ。黒梅もどきを集めた。この香りで奴をおびき寄せられるな。香りというより悪臭だ。都会っ米、腐った肉、肥やし小便、田園地帯では定番の香りだ。トレトゴールのゴミ山の中でツーグルを飼ったのを覚えてるか。次の日は半日風呂に入ってたな。忘れるわけないだろう。嫌な思い出すぎてな。分かったことがある。奴はオスで、バルパインの森に巣がある。ニルフガード兵が森を焼き払い、奴の連れ合いを殺し卵を潰した。それで十分だと思ったんだろう。いつもそうだ。専門家を呼ばずに自分たちで何とかしようとして、より一層事態を悪化させる。よし、準備ができたならあとは仕事に取り掛かるだけだな。準備はできた。善は急げだ。奴を襲撃しやすい場所を探そう。見つけてある。小川の向こうに畑と果樹園の広がる場所がある。広さは十分。遠いから邪魔も入らないだろう。よし、そこで会おう。小川が流れ、黄金色に波打つ畑。いいところだ。待ち伏せに最適だ。場所選びなら任せろ。準備はいいか。始めよう。風向きもいいし、匂いはすぐに広がるだろう。よし、あとは待つだけか。来い。身を隠してグリフィンを待つんだ。それで？イェネファーを見つけた後はどうするんだ。仕事でも探すのか。いや、ケアモルヘンに行く。冬ごもりにはまだ早いぞ。確かに雪はまだ降らない。だがそれが心配なんだ。東の方ではニルフガード軍がポンター川を渡ったと聞く。ケアモルヘンまで数週間の距離だ。雪で道が隠れる前に奴らが谷まで来てしまったら、我々の足跡を消して道を隠さなければ。冬ごもりの話で思い出したが、今年はお前も来るのか。多分な。客も連れていく。聞こえたか。近いぞ。まずは温かく歓迎してやろう。待て。石弓？お前がいなかった間にカードの勝負で手に入れた。役に立つはずだ。ウィッチャーが石弓を使うのか。伝統に反するぞ。そこまでだ。相手はグリフィンだぞ。Yeah.
よくやった。悪くない。だが上達の余地は残っとるぞ。例えば。真上への攻撃は敵に読まれやすい。まあ話は後だ。グリフィンの首を見せに行け。馬を用意しておく。宿屋で落ち合おう。これは一体何だ。ライ麦です。俺を騙せるとでも思ったか。こいつは腐ってる。そんなバカめ。クソ、いつになったら覚える。軍旗第二条第三項、不用品を納入した者は川の鞭で鞭打ち15回とする。連れて行け。嫌だ、頼む、やめてくれ。なんだ。人のいいおじさんを演じるのはやめたのか。演じたのではない。手を差し伸べたのだ。その手に唾を吐かれてはな。その手が彼らの家族の血で汚れているからだろう。くだらん。貴様が私の立場ならどうするんだ。その立場にはならんね。役目は果たしたんだろうな。約束は果たした。次はそっちの番だ。イエネファーはどこにいる。ビジマだ。馬なら一日で行ける。すぐそばじゃないが。なぜ黙っていたんだ。先に話してたらグリフィンを退治してくれなかったかもしれんからな。待て、まだ話は終わってない。報酬を受け取れ。不当な条件で働かされたなどとは言わせんぞ。